ままのんびり暮らせればいいな。お？はあ、女の子？こんにちは。何か用かな？会いたかったよ、ママ！あずさ様？ママ、大丈夫？どなたがいらっしゃったんですか？アルファです。ママに会いに来ました。あずさ様にお子様が…いや、いないから！この子の勘違いだから！ファルファ、勘違いしてないよ。アルファちゃんっていうのね。ママっていうのは、ファルファちゃんを産んだり育ててくれた人のことを言うんだよ。ファルファはママから生まれたもん。ママは高原の魔女って呼ばれてるんだよね。妹が調べてたから知ってるよ。妹までいるのか。そうですよね。300年も生きてれば隠し子の一人や二人。あずさ様には多くのことを学ばせていただけます。そんなこと学ばなくていいから。それよりママ大変なの。妹がママを殺そうとしてるの。私命を狙われてるの。急にサスペンスになりましたね。アルファ、ママに死んでほしくないの。だから来たの。あずさ様、ひとまず中でじっくりお話を聞きましょう。そうだね。ファルファちゃん、お家でクッキー食べる？うん、ファルファ食べる。よく見ると心なしか私の幼い頃に似て。ないな、別に。